安のエンジニアチーム意外と知らない AWS の面白サービス編。面白。はい、今日は意外と知らない AWS の面白サービスについてお話ししていきます。安んですね、AWS のサービス一覧のページに行って、こう頑張ってですね、いっぱい探しました。5つほど今日は説明していきます。ではやっていきましょう。 AWS グラウンドステーションについてお話ししていきたいと思います。グラウンドステーションっていうのは、名前からちょっと見ていきますが、まあ、地上局のことみたいで、まあ、人工衛星と通信するですね、地上局を、まあ、クラウド化したサービスということみたいです。人工衛星をですね、運用しようとすると、まず人工衛星をこう打ち上げてもらう必要がありますよね。で、打ち上げてもらって地球のこう周りをガーって回ってると。地上局をですね、まあ、設置して、実際に通信する必要があるんですね。アンテナとか用意してですね、そこをそのクラウド化してくれてるので、自分で作らなくていいと。いうサービスになります。地上局作るっていうのが、まあ手間だったり、まあ場所もいりますし、お金もかかるっていうのを AWS が目をつけてですね、そこをクラウド化したということみたいです。まあ安のあんまりですね、人工衛星使ったビジネスとか、全く考えたことなかったですが、これを見て、はっ、そんなん今できるんだってちょっと感動しました。例えば天気予報とか、災害が起きた時のサービスとか、渋滞の情報を使ったサービスとか、なんかそういうのをですね、自分の人工衛星で始めれるっていうのは、すごい面白いですね。まあ、打ち上げるっていうのを民間の企業ができるってことさえ知らなかったですけども、それすごい面白いなって思っていまして、多分今までよりだいぶ安価にそういうサービスを作れるようになるってことだと思うので、ビジネスマンの方、エンジニアで起業したい人とか、まあ、そういう方、注目してみてください。あ、一つ忘れておりました。これ、利用するのにですね、衛星、自分が上げた衛星ですかね、上げてもらった衛星のなんかカタログ番号とか、なんかアマチュア無線のライセンスとかがですね、必要らしいです。安いのちょっと持ってないので、実際に使えないんですけど、まあ、こういうビジネスしたいって思ったら、ちょっとそのライセンスも取ってですね、実際に利用してみてください。AWS ロボメーカーを紹介します。これですね、ROS 用のアプリケーションの、まあ、開発環境を提供してくれたり、シミュレーターを提供してくれるサービスになります。 ROS っていうのはこうまんまですね、ロボットオペレーティングシステムで、まあロボット用の OS っていうことみたいです。ただですね、ヤスンちょっと興味あってタートルボット3買ってみました。これなんかラズパイがついてて、実際に動かしてはないんですけど、ここに ROS を入れて実際に動かせるというものみたいです。このロボメーカーを使ったらですね、開発環境クラウド9ってあるじゃないですか。あれでですね、まあ簡単に Python とか C プラが動くみたいなんですけど、開発環境を作ってくれてですね、ROS のコードをテストしたりすることができるみたいです。で、シミュレーターっていうのがあって、その実際に作ったコードを、その AWS が用意したですね、仮想的なロボットを、まあ実際に動かしてテストできるんですね。実際実際にこの、まあ、ロボットを動かそうってなったら、その広い場所用意したり、自分で障害物を置いたりですね、必要じゃないですか。それすごいめんどくさいし、場所もいるし、デプロイして持ってきて、デプロイして持ってきてみたいなのが発生しちゃうんですね。ロボメーカーを使うことで、まあ、すごい簡単になるということみたいです。またですね、AWS IoT グリーングラスっていうサービスと連携して、実機にですね、デプロイまでできるみたいです。なんで、開発して、テストして、デプロイまで全部やってくれるのがこのロボメーカー。すごい、いや、楽ですね。ちょっと安もこれ使って、こいつにデプロイしてみようかなと思っております。三つ目のですね、Amazon ブラケットっていうサービスを紹介していきます。まず一番最初、ここブラケットちょっと見てください。C9 で、普通のカッコのブラケットとはちょっと違うんで、綴り覚えてみてください。これ、どういうサービスかと言いますと、世界に存在するというか、Amazon が契約している量子コンピューターをですね、クラウドで利用できるようにしたっていうものになります。契約しているコンピューターの数がおそらくそんなにないのか、今予約制です。利用される際は注意してください。どうも、D-Wave さんとか、イオン Q さんとか、レゲティさんとかですね。そのあたりの会社の量子コンピューターが使えるということです。量子コンピューターって、そもそもどうやって使うのって感じなんですけど、まずですね、利用しようとすると、Python のですね、ノートブックのインスタンスとかが立ち上がって、まあ Python で、ノートブックで書いてですね、実行って押すと、この量子コンピューターに転送されて実行できると。で、その結果が S3 に、保存されるんで、まあ、S3 から取ってきて、あ、こうだったんだっていう実験ができるっていうサービスになります。ちなみにこの Amazon ブラケット SDK っていうのが提供されているみたいで、それを使ってローカルとかでも、
シミュレーションできるみたいなので、その予約してる時間だけしか使えないっていうことなんですけど、まあ一旦ローカルで実験しておいて、まあ、本番で試してみるみたいなことをやってください。ちなみに量子コンピューター、そもそも何の役に立つのっていう方いらっしゃると思います。はい、安もよくわかってないです。あのですね、どうも、まあ、科学とか、まあそういう分野の分子のシミュレーションとかですね。あとまあ難しい問題を解けるってことで、例えばロジスティックスとかですね。そういうところに役に立てたりとか、ちょっとこれすごいですね。未来感。この中で一番正直未来感があるので、AI の次はもしかしたら量子コンピューティングかもしれない。今勉強してたらですね、将来億万長者になれるかもしれないので、興味ある方はちょっと試してみてください。四つ目のサービス。Amazon Connect になります。Amazon Connect はコールセンターをですね、クラウド化したものになります。コールセンターを、まあ、簡単にクラウドでもうポチッと作れるというものですね。コールセンターを作るには PBX っていう機械がですね、ちょっと安く見たことないですけど、なんかそういう機械が必要みたいで、これがまあめちゃくちゃ高いと。それを Amazon がクラウド化したことで、すごく安くですね、コールセンターを作れるようになったっていうサービスです。これ、まあコールセンターって何っていう感じだかもしれないんですけど、コールセンターっていうのはですね、〇〇な方は1番に、〇〇な方は2番に、それ以外の方は3番にみたいなのを設定してですね、それをこうオペレーターの方にこう繋いだり、外に行かせたりとか、オペレーターに繋いだ後になんか転送させたりとか、そういうのができるのがコールセンターなんですね。これ、まあ何が嬉しいかと言いますと、まあさっきみたいに簡単に作れるので、新しくですね、コールセンターを受け負うビジネスしたいなとか、そういう方は初期費用ほとんどいらずに、まあできますね。人だけ集めて、Amazon Connectだけ使って、たらすごいもうすぐにビジネスができる。あとは小さい会社でまあ自分のコールセンター作ろうとかいう人もパッて作れるし、すでにですねコールセンター持ってる方は新しい部門で新しいコールセンター作ろうって時にパッて作れると、まあ、それが Amazon コレクトになります。5つ目のサービスは AWS Wavelength。これはですね、あの 5G ってあるじゃないですか、最近その 5G はもう未来じゃないみたいな。その 5G がですね、エッジ部分っていうところにですね、なんか EC2 とか置ける空間を作ってくれると。何が嬉しいのって感じかもしれないですが、これがですね、5G のエッジ部分っていうところに配置できるんで、こう通信するときですね、まあ、めちゃくちゃ早く帰ってくると。超低レイテンシな通信ができるような場所に置けるっていうのがすごいとこなんですよ。通常のウェブサイトだと数百ミリセックとか、こうまあ200ミリセックとか100ミリセックとか、まあリクエストするとかかっちゃうところをですね、数十ミリセックでパッて返ってくるんで、え、安倍博士のサイトみたいな感じにできると、安倍博士超えれるかもしれないサービスになりますね。これすごい楽しみですね。あとまあ例えば、格ゲーとかですね、そういうリアルタイムな処理が必要なやつ、なんかスマブラとかそういうのに利用できるっていう感じですね。ただアメリカでしかちょっとですね、今まあアメリカでしかというかアメリカのさらに一部でしかですね、今利用できないですね。まあ、アマゾンさんが始めるとしたら、まあ、大体アメリカからっていう、まあ、いつものやつかもしれないんですけど、AWS Wavelength、ちょっと、もう少しお待ちください。東京におそらくもうちょっとで来ると思うんですけど、まだアメリカしか使えないです。ちょっとだけお待ちいただいて、そしたら 5G のですね、安倍博士を超えた世界が来るというのをちょっと待ってみましょう。はい、今日は意外と知らない AWS の面白サービスを紹介していきました。5つほど紹介しましたが、AWS いろいろいっぱいもっとサービスありますね。こっちの方が面白いとか、このサービス面白いから紹介してみてとか、そういうのあったらですね、コメントじゃんじゃんお願いします。今日は以上で終わりたいと思います。すごいうんこしたいの我慢してた。俺は長男だから我慢してた。